どうだろうね。ちょっと今日はね、大きい声出せない。パソコンの配信するときはね、一生懸命でけえ声出して喋ってるんだけどね。携帯はね、でけえ声出さなくて済むからね、静かに喋らせていただきますってことで。もうパソコンでも声張って喋んのやめようかなと思ってきた。パソコンの配信するときね、叫びすぎて、声がいかれちゃった説がある。でけえ声出そうと思う。なんかいつもめっちゃボソボソ喋るんだけどさ、陰キャだから ボソボソ喋るんだけど、パソコンだとね、声小さいって言われるから、なんだろう、めっちゃ声頑張って叫んで、さあ、喋ってんだよね。なんなんすかね。いや、なんかさ、やっぱパソコン前に座って、うっし、配信するぞってなると気合入るのかもしれないね。もう喉やられてる。しばらく歌ってないんだけど、リハビリしますかってなってる。ボイトレね。そう、なんか地声がないって言われてたから、ボイトレだ。地声がないって怖くない？普通に喋ってる声が、ミックスボイスになっちゃっていて、地声がないですって。地声がないって何？ママにも話したんだけどさ、え？ってなった。どういうこと？ってなってる。地声ってな、これ普通に喋ってんだけどな。地声がないから低い声が全然出ないっていう悩み。地声が出せるようになったら、もっと低い声出るようになりますよって言われた。今探してる。喉が弱い人はそうなる人がいる。え、そうなんだ。地声が出せるようになる。え、わかんないんだけど、自分探しのために出させていただきたい。だね。どうすんだよ、マジで。どうすればいいんだ。が、どうすればいいんだ、になってる。見つかるといいね。見つけるんだ。見つかるといいね、じゃなくて、見つけるんだよ。ため息をつくときに出るのが、地声感がある。はぁ、こんにちは、ラープラスダークレスです。